新宿にやってまいりました。今日はですね、映画を見に新宿に来まして、まあ、るろうに剣心をぜひ僕自身 IMAX で見たいなということで、今日時間がちょっとできたんでやってまいりました。でなんとですね、今日はるろうに剣心にも出演されているある方と待ち合わせをして一緒に映画を見に行きたいと思うのですが、そろそろ待ち合わせ場所に着きます。どうも、江口洋介です。どうも。ありがとうございます。どうも。なんかね、新鮮だよね、この歌舞伎町でタケルと二人で。江口さん、江口さん、江口さん、バレないですか？バレないでしょ、これ。バレる？いつも街歩くときはそんな感じでいらっしゃるんですか？今はまあこういう時代だからだけどね。もう別にこんな感じよ。絶対僕気づく自信あります。今日はでもバレないようにっていう、あれでしょ、この。そうですね、まあ一応、今日は、新宿で、大友監督が舞台挨拶をされてるということなので、せっかくだからそこを見に行きたいなと思ってて、 IMAX ですし。 IMAX、 はい、あの例の IMAX、 例の IMAX です。やった。なのでめちゃくちゃ人は多いんですよ。僕は結構本当に普段全くバレないですね。その外を普通に歩いてても全然大丈夫なんですけど、ちょっと江口さんは、いや大丈夫だよ。あ、でも意外とイメージがありますかね。真面目な感じにしてさ、こう止めたいとかしてる。こうじゃいいですか。ちょっと徒歩誘導になるんですけど、大丈夫ですか。もうすぐでしょ。いや新鮮で、なんかいいね。映画館とか行かれることあるんですか？行くよ。マジですか？まあ、そうだね。新宿はでも久々ですね。どう、タケルも来たりするの？僕は新宿も来ますし、結構六本木ヒルズとかの映画も行きます。あとまあ銀座、日比谷とか。日比谷ね、行きますね。いいね、今日は休みでみんなリラックスして。めちゃくちゃ普通に人はいますけど、いい、ね、穏やかな感じじゃない。穏やかな一番真ん中歩いてます。大丈夫なんですよ。ゆきさん、自分が出演してる映画とか見られるんですか？映画館で。そんな時によるかな。ルローは見たよ。ありがとうございます、うんうん、僕も普段全く見ないんですけど、やっぱさすがにルローにはちょっと映画館でもう一回見ておきたいなっていう感じがあります。画面のサイズでね。はいはいはい、こっちか。お、来たね。江口さん、YouTube とか見られることあるんですか？見るよ、YouTube。マジですか？何いいですか？俺、ギター好きだから、ギターのやつとか。ああ、なるほど、なるほど。あと、サーフィンの映像のやつとかさ。あ、サーフィンもされるんですね。そうだね。結構、もう昔からやられてるんですか？好きだね。好きで。それとか、多分見たいと思いますよ、世間の人は。サーフィンされてる姿とか。いや、でも、なんかさ、なんかね。なんかあれですか？なんかそうそうそう。あ、別にまあね、そう、もう自分の楽しみなんだよね。来たね。到着いたしました、うん、なんか意外と今人がいないですね、うん、あ、こんにちは。はい、こんにちは。どうも。見に来ました。IMAX です。うわー、すげえ。IMAX。かっこいいな。これで。はい。ただいまお配りしているミュージックプレゼントをお願いいたします。チケットを拝見いたします。これです。はい。ありがとうございます。いいですか。こちら入社プレゼントでございます。はい、はい、ありがとうございます。じゃーん。ミュージックプレゼント。ありがとうございます。私、チケットこちらです。意外とバレないね。あんま人がいなくてさ。僕も正直、絶対やばいだろうなと思ってたら、意外と全然平気でしたね。楽勝じゃない、これ。ちょっと見ちゃう。ありがとうございます。行ってらっしゃいませ。おい。行きます。どうも。やばいよ、これ。いきなり選手が割り立てば、たまえじゃ。バレねえか、バレねえか。秘められた謎がついに明らかになる。るろうに剣心最終章 The Beginning。
皆様、本日はるろうに剣心最終章ザ・ビギニング・イン・アイマックス舞台挨拶にお越しいただきありがとうございます。それでは早速ご登場いただきましょう。大友啓史監督です。拍手でお願いください。はい、今日もまたですねご来場いただきましてありがとうございます。まあ本当に10年かけた作品がですね、もう公開始まって2ヶ月経ちまして、僕も一緒に見ようかと思ってて、皆さんと一緒に見るってもなかなかない経験なので、ぜひちょっとご一緒させてください。ありがとうございました。ありがとうございます。上映後の拍手を盛大にお願いします。はい、盛大にお願いします。自分で要求してる。お願いします。また後ほど。ありがとうございました。お待たせいたしました。るろうに剣心最終章ザ・ビギニング上映を開始させていただきます。上映時間は137分となっております。それでは皆様お楽しみください。血の雨を降らすのですね。名は？トモエです。雪代トモエ。このままずっと人を殺め続けるおつもりですか？俺に構うな。あいつの剣を鈍らせんでほしい。内通者が割り立つのはたまえじゃ。十字傷に秘められた謎がついに明らかになる。るろうに剣心最終章ザ・ビギニング。ありがとうございました。ありがとうございました。行きますか。どうぞ。どうぞ。どうぞ。あ、おどこどこ。佐藤健さんの井口洋介さんです。なんで急に来るんですか。僕まだビギニングを IMAX で見れてなかったんですよ。で絶対公開してから IMAX で見たいなと思ってて、そしたらたまたまスケジュールが江口さんと会ったのでちょっと本当にたまたま、ね、たまたま会って IMAX で見ようという話になって、じゃあこのまま舞台挨拶もやっちゃっても大丈夫ですか。せっかくなんでやろうやろう。皆さん今日はありがとうございました。日曜日に、うん、さらに笑顔になってますね。挨拶ももらってもいいですか。じゃあ一言。やっぱ何度見てもまあなんだろうな、グッときますね。いや素晴らしい映画だなと、何回見ても客観的に見ても思うし、やっぱりそのなんだろうな、やってきたりこう今までの年月だとか思い出したり、こう自分にとっての剣心っていうものについて考えさせられたりして、その一作目からずっと同じメンバーでこのね期間できるって相当こう
こう役者としては幸せなことですし、特別なことなんだなっていうのをこう改めてこう感じさせていただきました。監督、江口さん含めキャストスタッフの皆さんに改めて感謝したいです。そして何より応援してくださる皆さん、10年間本当にありがとうございました。本当に今こうやって映画が公開できるようになって、一人でもまあ多くの人にこの俺たちの10年のこの全てを見せないでどうするっていう、これが僕たちにとっても一つの区切りにもなると思ったんで、今日は、ここまで来ました。こんな時代がそろそろ本当に明けようとしてます。みんな一人一人新時代と思ってですね、生きていくのが始まると思いますけども、タケルもさっきもそこで、涙なんか拭いてるからの俺もクッときてる感じありましたけども、それぐらいやっぱりまあ言葉にせずにやってきた10年なんで、ぜひとも、この気持ちをまた次につなげて皆さんも頑張っていい時代にしましょう。今日はありがとうございました。江口さんもね、お客さんと一緒に見たことってあんまりなかったけど、そうですね、空気ってありますよね。今日もやっぱり一人で試写で見るときとは全然違った感動がありましたし、こう緊張感あるシーンでのその緊張を共有している感じ含めて映画体験として楽しませていただきました。なんかこう一緒にやっぱり見るってことは僕はあんまり経験ないんですけど、なんかすごく一緒になんかこう体現するというか、やっぱ映画ってすごいなと改めて思ったんですね。このでかい画面でやっぱ見せられると、やっぱりもうこのハートまでくっつバシ掴みされるという、また、これからの撮影のエネルギーにしたいと思うぐらいないい時間でした。せっかくだから、じゃあタケルさんにもその改めて剣心ってどんな存在なんですか？本当に親友ってそのしばらく1年2年会わなくなったりするようなもんじゃないですか。なんかそんな距離感なのかもしれないです。この先違う仕事違う役を演じている時は、まあ距離は遠くはなるんだけど、確かにあった絆みたいなものは変わらなくて、もう常に自分のどこかにはいるというよう なんかそんな距離感の人なのかもしれないです。じゃあ最後に、ね、今日ここにいらっしゃる方、そしてこれからねまた映画館に行こうと思っている方にメッセージをじゃ監督からいただいてもいいですか？こうやって本当に2人も来てくれて、作品に対する愛情をしみじみと感じます。やっぱり積み重ねてきた大切なものがいっぱいある作品なので、できるだけ多くの方にですね見ていただけるようは、皆さん大友組の一員だと勝手に思っておりますんで、遠慮なく宣伝されてください。はい、引き続きよろしくお願いします。いいものを見ていい音楽聴いて、やっぱりこうエンターテイメントからくるエネルギーっていうのはやっぱりいいんだなって言って、日本のねこの映画業界もね盛り上げていけたらいいなと思うんで、皆さんの、力を欲しいなと思ってます。まあいつかせっかくなんで、こうそれこそオールナイトとかできたり、ルロニケンシンシリーズこう好きなみんなでこうただただ語り合う回だとかできたら、なんか夢みたいだなとかちょっと今日思いました。まあそんな日を夢見て、こう、まあ、まだこの映画はこうしばらく映画館で見れるので、この時期を大切にかみしめながら、まあ、過ごしていけたら、なんかもしかしたらいいことがあるかもしれないので、その時にまたお会いしましょう。今日は本当にありがとうございました。改めてこの3人に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。拍手でお送りください。ありがとうございました。いや、応援の場盛り上がったという、またちょっといい感じになりまして、そうだね、違うね、なんかモードで喋れる。いや、いい感じですよ。てか、やっぱいい映画ですね。さすがです。ということで、皆さん、ルロニケンシン、ザ・ファイナル、ザ・ビギニングともにですね、絶賛映画館に公開中でございますので、もしよろしければご覧になってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆様ありがとうございました。